寝坊して、うん、電話したんだよね俺たちが、はい、ユースさん今どこにいんのと、1時間経っても来ないから、うん、そしたらなんて言ったの、エレベーターに閉じ込められました、うん、っていう嘘をついて寝坊をゆっくりしたという、はい、そうですなんか朝からジム行ってきたらしいですよ、うわ見せるんだここで、朝4時5時ぐらいから行ったんですよね、いつも起きれてないもん、一番起きれてないじゃん、そんなことないですよ俺だってもう遅刻してないですから、ね、いやちょっと待ってくださいよ、何を言いますか、なんだよ最近評判いいんだから、評判最近はどこに遅刻してないかですよね、僕ほんと規則正しいんで、うん、嘘つけ、え本当に嘘つき、嘘つけ、びっくりだわ、なんでじゃあ俺毎朝6時半に LINE するからな、返せよすぐに、いいでしょ、起きてるんですよね、いいですよ、じゃあ今返して寝るのはなしだぞ、そうだぞ、そのまま有酸素運動行けばいいんですよね、本当だな、動画撮って送ってよ走ってるところ毎日やってるんでしょうね、おお走ってるんだよ、尋問みたいな、怖い朝起きたらまず腕立ては100やる、はいはいはい、じゃあ仮に、うんうん、まあ8時に起きました、うん、ベッド置いてそのまま、まあ入りましたですけど、うん、あ僕はこの時間でちゃんとジム行ってきてる、すごい、僕さっき起きまし